なんだこれ、めちゃくちゃかっこいいじゃねえか。おとつです、赤です。いや今回はね、まあ今日来てったと思うんだけど、イベントの今後のまあ情報みたいなのがね、うん、はい、新モンスター登場ということで、まあ近日爆弾ってなんやね、爆弾やねということで、なんだっけ、バルなんちゃらってやつだよね。ちょっと名前忘れちゃったんだけど、バルキオンだっけ、バルティオンだっけ、バルディオンだね。バルディオンくんがね、近日まあ実装ということで、これまあスキル動画上がってるんで、まあちょっとね、性能どういう感じかっていうのをね、見ていこうかと思うんですけど、この後こっちよね、共闘ボスバトルのこの打ち倒せグレンの王決戦爆炎王グラナ、めちゃくちゃかっこいい。これやばない？めっちゃかっこいいよね。でおそらくというか、まあまあほぼほぼそうだと思うんだけど、僕のチャンネルではこの今後のアップデート予定、まあ2月のアップデート予定だね、こちらに関して一切触れてなかったと思うんだけど、まあちょっと触れていこうか。闘技場の新モードということで、共闘ボスバトル機能ということで、まあみんなと協力してボスと戦う、まあ闘技場の新たなモードを追加予定と、まあこれがまあおそらくというか、もうほぼほぼそうだよね、爆炎王グラナ、これを多分めちゃくちゃ強いんだよこいつめちゃくちゃ強いんだと思うんだけど、みんなで協力してこいつを倒していこうみたいな感じになるのかな。いや楽しみ楽しみって感じなんだけど、うん、ここほんと楽しみだね。まああとは上級ダンジョンの追加っていうところも、まあ2月中に、まあ、予定しておりますよというところで、まあ上級ダンジョンもね楽しみだね。広大なマップを探索する新たな形式のダンジョン追加というところで、皆さんねレベル100のモンスター育てたりですとか、まあダンジョン回って、まあ煙突素材集めて、まあ自分のね、中で強いキャラクターをね強化していきましょうっていう今期間になってると思うんだけど、まあね先日なんだっけ、爆獣フェス第2弾でねリアンちゃんが実装されたばかりなんですが、まあ新モンスターが爆弾というところで、なかなか追える方とかも少ないと思う、まあ、僕もちょっと様子見ようかなって思っているんだけど、まあ常設のガチャに今、まあ、具眼みたいな感じで実装されるか、井上門みたいな感じではないと思うんだよね、その期間があってみたいな感じではないと思うんだけど、おそらく常設のガチャに実装ってなったとしたら、まあ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 すぐには追わないかなという僕は気がしてます。ただねこのキャラクター、まあ、性能この後見ていくんだけど、まあそのね、まあ、4人で、まあ、この爆炎をグラナを倒していくとすると、非常に強力な立ち回りというかね、動きができそうだなという印象があったので、まあ気になっているところではございますというところです。では早速、まあ、この新モンスターバルティオンね、どういう感じかっていうところ見ていきたいと思います。では見ていこうと思います。通常出が早いね、リーチも悪くない、うん、スピードタイプっていう感じなのかな。でサブ1、上空に蹴り上げ式の回転攻撃だね。でサブ2が、蹴り下げ式の回転攻撃と、サブ1サブ2とも割とシンプルだね、うん、でメインスキルえぐくないこれ、ヒット数火力やばそうこれマジで。でこれ見ていただくと分かるんですけど、吸引ついてるんですよこのメインスキル。でこんな感じで通常つなげつつ、蹴り上げ蹴り下げからのメインスキルみたいなコンボもつなげますよっていうところのアピールかな。はい、強そうだね。でまあスピードタイプで動きが速ければ、あの回転攻撃もしっかり当てつつっていう動きもできると思うんですけど、まあ飛び道具系の攻撃はあのサブ1サブ2かき消していけると思うんですよね。まあそれが何段までかき消していけるかとか、まあつかみとか突進攻撃に対してどういう打ち消し合い、まあ勝つのか負けるのかっていうところだよね。そこも気になるポイントではあるんですけれども、まああのメインスキルが結構遠目とかで打つと避けられがちになってしまいそうなので、基本的に近距離での立ち回りが強いという感じになるのかなという気がしてます。ただ本当メインスキルえぐそうだねあれね、当たったら、うん、めちゃくちゃ火力は高そうでござる。これちょっと見てたら欲しくなってきたな、うん。で、まあ、今回グレンの王がいるんだけど、これグレンの王、まあ、4人でね倒していきましょうという感じになると思うんですけれども、例えばこれさ、バルディウス後ろにさ 2、3体待機させといて、1人がなんか前線でさおとり作戦して、でメインスキル溜まった順にバルディウスね、
近づいててもらってメインスキルを打っていくみたいなことをすると、なんかサクッと攻略できんじゃねえかなっていうのが今ちょこっと思いましたね。うん、バルディウスなーちょっと欲しいんですけど、常設だったらちょっと様子見、うん、井上門みたいな感じで、期間限定みたいな感じだったら狙っていきたいかなというふうに思います。皆様はいかがですか？でスピードタイプ基本的にね好きだからね、スピードタイプだったらより欲しくなるかなというところでございますね。はい、まあそんな感じで、今回終わっていきたいと思います。最後までどうもご視聴ありがとうございました。気が向いたらチャンネル登録、ツイッターフォローなんかもしていただけますと嬉しいです。皆様のね感想なんかもコメント欄とかで教えていただけますと嬉しいです。ではまた次回のライブ録画の動画でお会いしましょう。どうも最後までご視聴ありがとうございました。赤でした。これあそうライブやるから、これ来たらライブやるんで、みんなライブで楽しんでいきましょう。じゃあまたね、バイバイ。